おはようございます。茂木耕作美空研究所、今日は12月8日ですか。おはようございます。砂塚森忠さん、おはようございます。森本茜さん、おはようございます。寺石由香さん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。明さんのドゥする話、サイクリングについての考察ですよね。まあ大きく回せとか、なんだろう、引きつけるとか、確かにそうだな。聞いてて思ったんですけど、動きと一緒にセットでその言葉が意味を持ってる場合、本当に音声にした時、音声だけにした時に、まあサイクリングっていう動き自体を知ってても、ここは何だろう、イメージができないわけじゃなくて、なんだろうな、アキラさんの言うこの意味ってどういう意図で使ってんだろうみたいなのがちょっと幅があるなと。で、どれの意味で使ってるのかをいろいろ当てはめながら聞くっていう、そういう感じで、こう、なんだろうな、どこで引っかかってるとか、どこを問題意識にしてるとかっていうのが、うん、これが声の難しさだなと思いましたね。逆にここが声でだけで伝わるんだったら相当効率もいいなと思ったんですけど、そのなんだろうな、やっぱりながら聞きで理解できるんだったらその方がすっげえ効率いいと思うんですよ。だけどサイクリングの動き伝えるってね、まずその動きを伝えるだけでも難しいけど、まあそれはね、その知ってる人限定を対象にしてるとするじゃないですか。で、その上で前に振り出す動きと、引っかいちゃうんじゃなくて、ちゃんと上からズドンとこう地面を叩いて、その反発を得て引きつけるという部分について、こう明さんなりのこう考察があって、一部こうなるほどってなりかけのところで、腑に落ちかけるところで、なんだろうな、この言葉はどういう趣旨なのかが幅あるなと思って、勝手に納得するのは多分まだ早いって思って、今度ミーティングしましょう。いや、あれは多分奥深いとこだと思いますよ。うん、で、意外とサイクリングの動きって、僕もなんか最初ね、手応えなかったんですよ。できてるのかできてないのかよくわかんねえなと思ってて、だけどまあその動画撮って投稿したら、まあどうやら悪くはなさそうという、コメントだったので、そのまま続けていったら、だん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 こう回す動き自体が大きくなっててた、結果的に。んで、そういう感じになったんですけど、で、まあまあ、そのもう2年もやってるんで、さすがにね、なるほどと、関節の動きからして、関節の構造上、これが最大の出力を出す動きだなというか、まあそれは一応僕なりに納得はできたんですけれども、じゃあそれをね、こうフィジカルはちゃんとある前提で、こういう動きですよっていう時に、意外とまあ特に初めはね、こう引っかかる人多くて、どういう意味なんだろう回すってみたいな、結構いるんですよね。あかねさん、おはようございます。友人さんもおはようございます。
そう、結構サイクリングの動き引っかかる人が多いですね。引っかかるって言ったらあれなんですけど、別に悪くないんだよ。悪くないんだけど、最大の効率になるまでのこう回転の動きに近づいていくには何なんだろうな、まだあんまり僕の中ではステップが見えてないというか、やっていくうちになれろとは言えるよ。それで正しいですよ。正しいんですけど、もうちょいこう段階踏めば近道あんじゃねえかっていう気もするんだけど、それはよくわからないっていう感じですかね。まあ、多分最初特にやっぱりその股関節から動かすっていう感覚がつかみにくいんだと思うんだよな。まずはね、その股関節をこう、太もも引き上げて、股関節いっぱいまで引き上げるっていう限界値を知る姿勢だけを知ってて、今度動きの中でそこを必ず通過するっていう条件で大きく回すみたいなことになっていくんだけど、この間ね、動画教室のレーサーズの練習とかも見ましたけど、僕よりはるかに足速いし、フィジカルも素晴らしいし、まあ、走ったら結構いいフォームで走ってる人でも、あのサイクリングだけの、あの壁補助サイクリングのメニューねやってる時に意外と軌道が分かってないというか難しいもんなんだなと思って改めて思いましたね。でもまあだからそれができないからっつって、できないっていうか、その軌道自体がそんなにうまく回せてないからっつって、直走ったら足がすぐ後ろに流れちゃうっていうもんでもないし、まあ流れやすい人にとってはそのサイクリングの練習を続けておくと流れにくくなっていくという関係はあると思うんですけど、どうなんでしょうね。まあでも動きの説明を音声で振り返って考察するっていうのは、僕はなんかその難しい分だけすごく余白を感じてて、で文章以上に難しいからね多分ですけど、でもやれたらいいですよね、すごく可能性を感じてますね。あと茜さんがあの花丸学習会の PV をご紹介くださって、いやーもうほんとね、なるほどとしか言いようがないというか、あ、なるほど、善だなと思いましたね。いや本当に僕もちょっと前から花丸学習会の名前とどうやら素晴らしい場所だらしいということは、なんだっけ、あの先生塾長さんが高浜さんって方でしたっけ、合ってましたかね、あのその方と対談してる誰か別の動画かなんかを見たことが、あーすげえ人いるんだなと思って、でまあその花丸学習会ではこういうことやってるんですよっていうお話をされてたんだと思うんですけど、まあそうするとこう子どもたちはこういうふうに大人がこういう距離で見守って、こういうふうに承認して、でチャレンジの機会をまあ、できるだけたくさん用意して選ぶ、自分で選ぶっていう環境に持っていくと、そうするとまあ見る見るうちにみんなその大人でも中学生高校生でもできないと思ってたようなことが幼稚園児ぐらいから全然できるようになっちゃうとか、あのまあ簡単な言葉でいくと自信がつくなんですけど、僕が聞いてて思ったのは、あのまあ、生まれた時から根拠のない自信を持ってみんな生まれてくるのを失わずにそのまんま能力だけが増えていくっていう、
感じだなと思いましたかね。なんかその能力が増えてった時に、能力が増えているのにもかかわらず、徐々に僕らはこう自信を失ってきた歴史をこう黒歴史を背負ってるんですよ大人は基本なんでなんですかこれは。受験勉強をたくさんして頑張って、いろんな問題解けるようになったのに自信がなくなっている。まあそのなんとか頑張ってあの高校に受かったり大学に受かったり、入社まで面接の練習してとか、なんだかんだと成功を勝ち得たにもかかわらず余計に自信がなくなっているというこれは何なんだというね、あのそのメカニズムは僕はまだ解けてないんですけど、花丸学習会さんの高間先生の話を聞いてた時に、まあ、どうやらとにかく子どもたちがいろんなことにチャレンジしていろんな能力を身につけていく時に、能力がどんだけ高まっても自信が失わないっていう、もともと持ってた100点満点の花丸状態のね、自信満々の根拠なき自信に満ち溢れていた状態が、あの損なわれないというか、すげえ人って思いましたね、なるほどとも思ったけど、どうやったらいいんですかそれはとはもう思ったかな。でもまあそれがね、花丸学習会の中で、プログラムされてるんでしょうね。そしてまあだから善がね、その花丸学習会さんに入ってるっていうのを聞いて、あ、まあなるほど、それなら納得だわと。そのあの最初善くんってこれどうなってんのかなと思ったんですよね。どういう仕掛けなのこれはみたいな思ったけど、花丸学習会行ってんすよねって言って、あ、それで大体ははなるほどって思ったっていうのはあるんですけど、まあ、昨日紹介してもらった PV 見た時に、うん、もうなんていうか分かりましたもう分かりましたっていうか素晴らしい PV ですね。いやー、海空研究所の PV 作るとしたらどうしたらいいんだろうって思いましたね。うん、俺はそれまだ定まってないんですけどなんかまあそうですね、大人の花丸学習塾になれたらいいのかもって思いましたね。うん、大人の花丸学習塾、塾っていうのもあれかもしれないですけど、花丸研究所ですか まあ子供入ってきてもいいのかな。まあ全部はね、結局もううちの一員なんで、まあ、メンバー8人とか言って全員入れたら9人だよなっていうね。全はもう完全に確固として自立した一人の大人として僕が見てるんでそうだな、なんか PV 作りたいなと思いましたね。いや、ほんと素晴らしいし、あとあれだな、ね、いろんな合宿に行ってる風景がたくさん PV に映ってるじゃないですか。あれみんなでやりたいですね。北海道に友人さんのとこに夏にこう集まったりとかしてみんなで川下りのラフティングとかどうですかなんかゆかさんがさ、友人さんとか行きましょうよとか言ってたんだよ。いや、軽く言うなこの人と思っていや、俺も行きたいけどさ、なんだろう、スキーで行くか、温泉だけで行くのもなんかなと思って、何で行くのがいいんですかね。まあだから僕とゆかさんだけでホイッと顔出す分にはね、いつでも去っていけると思うんですけど、なんだっけ、あの割引みたいのもあんだよね、旅の今旅行して何千円引きしてくれる宿代ね。
なんかそういうのもあったから、あれ使えばいくらぐらいできるんじゃないですかとか言って、ちょっと盛り上がったんですけどね。そうですね。いやどん、そうそうそう、だから撮影の PV 撮影の旅で友人さんのとこに集まって、でもね、これオンラインのつながりっていうのはまたなんかあのちゃんと示した方がいいかなとも思うんですよね。そのオンラインベースで常にこうここまでお互い深まることができるよっていう、まあ可能性を探ってるというか、でそれができた土台の上にオンラインで深まった土台の上に実際会った時にこういう付き合いができるよねっていう、感じですかね。で今のところその普通はオフラインベースでその関係性の絆であったりとか信頼関係とかその土台が作られた上でオンラインでも適宜便利だ、オンラインでやるってこと自体も便利だから適宜オンラインでもやりましょうというのが乗っかっているパターンと、これどっちが主従なんていうの先にあるかっていうのは結構変わってくるかなと思うんですけど、まあ海空研究所は少なくともねオンラインサロンなんで、まあオンラインでどこまでその信頼関係とかお互いを知ったり自分を知ったり、より良い世界がこんな感じかなって想像したり、まあ、そういう関係をこうオンラインでどこまで掘り下げるかっていう、こっちがほぼほぼ 95% ですよね。で、まあ、でも 100% それに固執してるってわけじゃなくて、可能な限り、ね、お互い会えるんだったら会った方がいいし、で会った時に本当に少ない割合かもしれないけどそこが最大限もう本当に素敵なこうやっと会えたねっていう感情に、ゆかさんとか来てくれた時にさ本当嬉しかったんですよ。もう本当半日だけのね時間で生ゆかさんを見れたみたいな感動があるんです。そうなれるだけのことを普段してるかどうかだと思うんだけど、うん、でそれってやっぱ会った時の感動具合で普段の積み重ねが正しく積み上がってたかどうかが分かるというか、そんな感じだな、うん、あ、周平さんもおはようございます。もう出張からそろそろ帰ってくる頃でしょうか南の島から帰ってくるとね、こうさすがに寒暖差きついかもしれないですね。だいぶ寒くなった。でもだいぶなんだろうな、やっぱりあったかめな気がしますけど、どうなんだろうな、もっとキンキンに冷える時期のような気もしますが、そうですね、うん、まあでも、あ、明日帰るんだ、あ、お気をつけて、ご苦労様でした、本当になんかさ、潮騒の音だったり風の音だったりが入ってる音声はあれ良かったですね。意外と伝わるもんですね、うん、なんだろうな、あったかいとこにいんのかなっていう雰囲気があったなあれなんでなんだろう。だから例えばユージンさんの話とか聞いてるとさ、明らかにもう手かじかむ寒さだろうなというさもう声も絞り出すようなさ、あ、寒そうだなというね感じになるじゃないですか一方ではこう南の端で周平さんの声をさ完全にあったかいところでぬくぬくして上がりますねっていう
なんだよその潮騒の音はみたいな、うらやましいなーと思って あれだいぶわかるもんだなーと思いましたね。あと善くんのとかはさ、どうなんだろう、まあ家の前で夜な夜な撮ってんのかな、携帯がイケポチャしたのか水没したのか、なんかね、それでも執念だよね、あれだけ毎日毎日 それでさ、やっぱ偉いもんで、ほんと上手くなってんだよな、でもな、ほんと上手くなってる。ボイシーってね、聞いてる人もいるかもしれないですけど、音声プラットフォームですけどね。まあこれ、僕、スタンド FM にも流してますけど、スタンド FM のようなね、音声配信アプリ、結構いくつかサービスとしてあるじゃないですか。で、まあ、ボイシーはね、その中では日本最大かなと思うんですけど、その社長、緒方健太郎さんという方が、本出されて、新時代の話す力っていう本なんですけど、今日出たのかな？自分を出して100%好かれる声の時代の話し方というね、本なんですけど、まだこれから読むんで、あんまりその中身どうのっていうレビューっていう話じゃないんですけど、君の声を自分らしく生きる武器にするっていう、ま、僕結構この尾形さんのおっしゃってる、声の可能性これから来るっていうね、主張を割と信じてるというか、確かになぁと思ってるっていう。動画以上に、声の方が伝わるものっていうのは間違いなくあるっていうのが、まあ、尾形さんの主張なんですけど。で、まあ、ボイシーっていうプラットフォームも、何年やってらっしゃるんですかね。もう、だから、パーソナリティさんが、もう、ね、10人20人っていう時代がまずあってさ、でその時代にはこう、もう誰も見向きもされないような時から、もう必死こいてこう必ず来ると 10年ぐらいかけてやってんですよね。でまあ今やね、さすがにもうパーソナリティに選ばれるだけでも審査が大変で、数パーセントぐらいしか突破り浮かれ突破できないという、突破したら突破したで、リスナーさんももう何万再生みたいな人もいるっていうさ、まあ、そういうプラットフォームにこうどうやって気づいてったかっていう話もあるんだけど、まあ、その前に、もう新時代っていうぐらいだからさ、そのやっぱもう今までの上手な話し方とか、伝え方がうまいですねとか、説明が分かりやすいですねとかっていう、今までの常識でそのままこうやってもそこじゃないよって言ってると思うんだよね。そこじゃなくて、自分はこういう人ですっていうのをできるだけこう飾らずにそのまま出す話し方っていうことかなと僕はね、捉えてて、やっぱり上手に話したり、よりなんだろうな、より綺麗に話そうとしたりとかすると、やっぱりその自分らしさは削るわけですよ。その説明する文章自体を推敲して綺麗に美しくする分だけ、本当は自分はそんな完璧じゃないじゃん。その完璧じゃない自分の部分をこう削り取って上手な文章にするわけですけど、でどっちの優先度が高いかっていうことだと思うんですね。その完全にもう、なんていうか、しっちゃかめっちゃかで何言ってるかわかんねえっていうのでいいとは思わないんだけど、で、かといって、ある程度わかりやすくなったら、それよりも上に、さらにわかりやすくする方に、
スキルを磨いていくのがずっといいことだったわけですよね。まあアナウンサーさんみたいな世界ですよね。だけどそうじゃなくて、そっちはもうそこそこでいいと、伝わなんとなく感じ取ってくれる方の、あの聞く側の問題もあるから、でまあどんだけ上手に話したって、難しいことは伝わらないわけだし、どんだけ分かりやすく説明したところで、分かろうとする気がない人にはあの意味がないことだし、であるよりもまあこの完璧じゃないいろいろなんだかんだとこう悶々としてるさ、モヤモヤしてるさ、いまいちまとまってないし、さほどの強い主張なのか、主張の強い弱いも含めて、今の熱とか温度とか感情を含めてロジカルじゃない部分を、まあ、自分らしさと呼んでると思うんですよね。でそれを削りすぎないことが結構大事で、そこにその信頼感を感じるっていうか、作ってないな、あこの人はこのうまく作り込んで、丸め込んで納得、無理やり納得させに来てないなっていう、そっちの方が信頼感が上がるというね、そういうことだと思うんですけどね。だから周平のもじもじしゃべりは僕は正解だと思ってるっていうのは心底思ってるんですよね。友人さんがテーマトークをかっちり決めてしゃべる回も友人さんらしいじゃないですか。それをこう深く掘り下げて普段から考えて取り組んでるっていうことも友人さんらしいし、まあでもかといってそればっかりじゃなくて、まあ犬の散歩ついでにどうですか、雑談でもしますかと、あんまり今日話すことないけど、まあそういえばさみたいなぐらいのノリでだらだら喋ってる時の友人さんもすっげーぽいじゃないですか。こう友人さんと一緒にいる感がすごい伝わるっていうか、それがね、なんか新時代の話す力なんだと思うんですよね、僕はね。で、まあ尾形さんがどうおっしゃるのかはかなり、これ書くのに3年かけたって言ってましたから、絶対買った方がいいよ。読んでないでおすすめするのもなんだけど、絶対買った方がいいと思います。かなり理論的な話とか実践的な話とか、まあこの尾形さんの個人の主張ももちろんあるけど、まあ、自分でさ、もちろんボイシーでパーソナリティとしてずっと喋ってるっていうのもあるから、その上でなんだろうな、実践的な話ですね。本当に話し方っていうぐらいなんで、ノウハウレベルのこともすっげー細かく目次を振ってやりますからね。目次ちょっと見ましょうか。自分の声と理想の話し方を知るとかね、伝わる技術を高めて求められる人になるとか、4つのステップで伝わる技術を高めるとかで、話し方本って僕結構いろいろ読んだんですけど、その話し方本を書いている人のたまたま YouTube とかを見てしまって、 YouTube で話しているその人の話し方はうんって思っちゃうことがちょいちょいあるんですよ。確かに上手なんですよ、上手なんですけど、魅力的かっていうと必ずしも一致しないものだなと。話し方が上手と魅力的な話し方と一致しないなっていうことを思ったことがあって、でここに書いてる聞く技術とか話す技術とか伝える技術とか、まあ、コミュニケーションのデザイン全体を考えた上でのその理論っていうか、まあ、声の発信って何なのっていうところを掘り下げた内容なんですけど、それをそのプラットフォームを運営してる以上さ、パーソナリティさんのこういろんなタイプを見てきて、どうそのそれぞれの魅力を全部分析してるわけですよ。でどういう人がどういう人に支持されるとか、
どういう話し方の人であっても意外にこういうところで評価を得るんだとか本人が思ってないところでね、でそういうのをこう全部見てると思うんですけど、それがでも魅力の本質だと思うんですけどね。なんかそれはね、あの3年かけて自分で書いて、ライターさん使わずに自分で書いてるって言ったから、ここはでかいなと思ってるんだよね。でしかも面白いなと思うのが、その本の、ま、一緒一緒のこうまとめのところに QR コードついてて、で、ま、QR コードがボイシーに自分の音声補足っていうか、ま、こういう趣旨ですということをね話してるボイシー音声に飛ぶんですよ。そうすると、ま、文字で読んで理屈としてはこう頭なんかすごい整理されるじゃないですか。だから、ま、すっきり文字ではこの分かりやすくすっきりまとめて書いてあるんだけど、で詰まることを そういう話し方っていうのは僕なりに喋るとこういうことですっていう実践が入ってるわけですよね。これは説得力高いですよっていう、だいぶ興奮してきましたねいや熱いなと思って、なこういうことやりたかったなと思いました。僕自分でもこう本を何冊か書きましたけど、別に読み手とのコミュニケーションを意識した本っていうのを書きたいなと思ってたんですよね。で1冊目の本はこう文章がうまくなかったっていう問題はあるんですが、一つ一つの言葉で作品にどうやって飛ばして、作品からどうやって戻ってくるっていう、こう本の中でのその読者の思考回路に沿った流れをとデザインして、作品って本当はこういう風にやるべきなんじゃないかとか、後書きで巻末にねこう参考資料とかよく専門書って載ってるんですけど、いや一般向けにするっていう以上はただリストを載せるんじゃなくて、僕はどういう趣旨でこの本を参考にして、なぜこの本を、参考資料ですね、この参考資料を大事だと思って読み解いた上で、内容としてどの文脈で、引用したのかとか、ここを感じ取ってほしい、ぜひ読んでほしいみたいな、そのだから変な話なんですけど、僕自分の本の巻末のね参考資料紹介みたいなところでえらい熱くなってんですよ、そのこの本めちゃくちゃいいから絶対読んでみたいな、その人様の本をですねえらい推してるっていうね、なんか自分の本を読んでくれた以上は絶対俺と感性合うはずだから、そんなあなたにはこの本の良さも分かってほしいみたいなことを延々こうなって、後書きになってこんな熱くなんないよみたいなことを書いてるんだけど、そこがね一番の俺の本のハイライトだったりするっていう、なんかまあでもそれぐらいこうちょっとなんか本の中でどうやって読者とコミュニケーションして、読者の思考回路と自分の思考回路をこう重なる部分をちょっとずつ増やしていくみたいな、こう行き来をどうやってデザインしたらいいのかなっていうのを、まあ10年ぐらい前から考えてたんですよ。なもんで、それはね結局声にあったんだなっていうふうに僕はこれを、まあ尾形さんのね普段から放送聞いてますけど、そっか声を埋め込んどけばよかったんだなと思いましたね。あの時自分が書いた本の中に、伝える聞く喋る話す、そうだな、まあだからその要素を本の中に音声で埋め込めたらそれでよかったのかなと。で仕事のパフォーマンスとか人間関係の QOL を高めたいとか、新しい時代の新しい常識に対して新しい影響力を作り出すっていう、まあ、3つのターゲットがあるんですけど、これねなんかその 1,2,3 で分かれているんだけど、でもこれ結局一致してんだよね、一つのことを言ってるだけなんだ。
人間関係の QOL を高めれる人は仕事のパフォーマンスも高まるし、仕事のパフォーマンスが高まる状態では新しい時代において新しい影響力を持つよ結局っていうね、まあ、そういうこと言ってるんだろうなという、素晴らしいコンセプトだなと、まあ、今から読むのが楽しみですという話で、あの中身のレビューではありません読んだらまた明日ねお話ししたいなと思いますが、ということで今日は皆さん一日誰と笑いますでしょうか。ちょっとね熱くなってしまった、はい、ということで今日も良き一日を。じゃあねー。